ミハスはスペインアンダルシア州マラガ県のムニシピオ、コスタデルソルにあり、白い村の中心的な町として国内で有数の観光地となっている。経済は主に観光によって成り立っている。ミハスの集落は古代にタルテッソス人によって作られた。当時のトリデアとは現在の死壁の一部として見ることができる。古代ギリシアやポエニ人が 豊富な鉱物資源目当てに村にやってきていたことが2世紀に出版されたプトレマヨスによる地理学に記述されている。ローマ人にはタミソの名前で知られており、彼らはミハスと活発に貿易をしていた。ローマ人による支配の後714年より西豪都族の支配に変わり、さらにはムーア人による支配へと変わった。ムーア人は 異教徒の村人が蓄財することや彼らの宗教、慣習を村の農産物や畜産品の三分の一を調整することを条件として認めた。タミサの名前をミクサに変更したのもムーア人であり、ミクサが後に現在のミハスという名前に変化した。コルドバ主張国の時代、村はウマ生イブン破産に征服され、旧世紀末にアブドアル・ダフマーン三世に敗れるまで、 その支配が続いた。1487年のマラガ包囲の間、ミハスはカトリック領王の攻撃に抵抗した。マラガ陥落の後、住民たちは降伏し、その大部分が奴隷として売られていった。数十年後のコムゲロスの反乱の間、ミハスはスペイン王に忠誠を誓ったため、王室よりムイ、無意リールの称号が与えられた。その後ほどなくして、 フアナが、ミハスを村から町に昇格させ、国王課税を免除した。この頃から19世紀にかけて、海岸沿いにおける海賊行動が活発になり、ミハスは苦難を強いられた。海賊行動を監視するために、現在も海岸沿いで見ることのできる見張り島が建設された。ありがとうございます。